つまり何かね。時田君と氷室君の夢の更新が小中川の夢に紛れ込んできたと。 DC ミニのアナフィラキシーが予想以上に増大しているんです。とにかく研究所へ。夢を見ていない？レム睡眠なのに。まるで意識そのものが連れ去られたみたい。出動だね、パプリカの。氷室君の夢に時田君を助け出すためにはそれしかありません。よく聞こえてるよ。異常はないかね。この夢はとってもデンジャラス。万一あそこに異常があったらすぐに覚醒措置をお願いね。もちろんだ。しかし大丈夫かね。氷室君に接触したために時田君は。私は誰？疑ってすまん、パプリカ。来た。氷室君がいない。彼の夢なのに。幼い君、気をつけるんだぞ。任せて。うわっ！